パスタが、皆さんがね配信見やすい時間、まあお昼休憩の皆さんこんにちはですね、配信が見やすい時間であるだろうということで、はい、12時台に配信を始めました。朝ね、昨日はね8時ぐらいにやるかみたいな話をしてたんですけども、まあ一回ね8時に起きたんですけど寝ようと思ってうん、なんかちょっとね思ったよりもうちょい寝ようかなと思って、なんかいや実は5時半に一回起きて目が覚めてしまった時が一番目が冴えてて、だから昨日私爆速睡眠するって話をしたじゃないですか。で爆速睡眠した結果1時には寝たんですよ。で1時に寝て起きたの5時半は4時間半かと思って、なんかちょっと意外とショートスリーパーと思って、でもそれ以降ね寝て2度寝3度寝したわけだけど、なんかねどんどん寝るたびに起きづらくなっててですね、はい、まあ結局何時、11時ぐらいまでかな寝まして、はい、まあ現状これでもちょっとね11時まで寝るとなんか逆に多分寝すぎて体調悪くてだからコーヒーをねちょっと買ってきました。なんか体調悪い時最近コーヒー飲むんですけどかなりいいっすね。うん、コーヒー爆飲み大会全部爆つければいいわけじゃないんだけどさ、爆速だの爆飲みだの、うん、爆笑ってとっても爆発的に笑うじゃなくて爆発的な人数が笑うみたいな、そう爆って実はそうなんですよ。だから一人で爆笑はできないんですけど日本語的には、まあそんなことは置いといて、うん、はい、ということで、まあ、このちょっとコーヒー飲み終わったら私は画面から消えようとは思うんですけど、果たして通用するかどうかね。素晴らしい、コーヒー飲み終わらないで、それな、ごめんよ。ちょっと部屋を片付けますよ今日ね。早起きはしてないんですけど、起きた理由はこのためですから。で、タイムリミットは、まあ、正味、まあ配信しながらだとまあ1時半までかな。まあでもコメントは拾える状態にするので、ペットボトル潰しですね。マジでね家が汚くてですね、本当にちょっとやばいんで怒られるんで、もうここはちょっと1時間もうバクってもう超集中で、はい、全集中以上の、いや全集中知らんけど、よいしょ、すいません、パジャマなんですけど、よいしょ、で、まあ、ここの画面はこれなんですけど、
落ちちゃう。こんなことしてる暇ないんだよ。片付けなきゃ。はい、コメントは拾います。よし、片付けるぜ。iPad くんを起動、そしてショールームを起動。配信しないでコメント出して、これだとねスマホより見やすいですね。まあまあそこそこタイピングできるっていうね。はい、片付けしまーす。お願いします。まあね、まあ、何について話すかって言われても別に話すことはありますか。皆さん聞きたいことあります？いいよ、質問コーナーしよう。1時間よいしょ。声聞こえづらいかな。まあ、みんなも普通に多分昼ご飯食べながらだろうな。私は部屋片付けてるけど、もうやだ、飽きてきた。いや、自業自得なんですけど、ペットボトル潰す相当大きいよね。そうだよね。続きからすね。なので今もう一袋できました。やけよ、ペットボトル潰してんだぜ。だっていやマジで自業自得、本当に嫌だ。そもそもの話をするとね、私すごくしっかり者に見えるんですけど、てか呼ばれるんですけど、しっかりしてるねって。しっかりしてるのは人前の部分だけで自分自身のこととなると途端にねアホになるんですよ。アホというか、はい、やる気なくなるんですよね。なのでだからこれなんですけど、もうちょっとそろそろ卒業したくて、
この私を。うん、そうなんですよ。片付け後どれくらいで散らかりますか？3日。だってペットボトルっつったってさ、何、人のさ4倍ぐらい飲むわけ、あの水をさ。だからさ、たまる量も増えんの。そのためにさ、片付けときゃいいんだけどさ、なんかさ投げちゃうんだよ、その辺に。マジで良くないよね、分かってんだ。あとね、私がね、どんだけ人をね部屋に呼ばないからね。証明されてる。ちょっとカフェインが。ペットボトルは2リットルだけにすると片付け早くなるよ。今2リットルしか潰してないから私今。2リットル、これ2リットル潰してるから今。2リットルだろ。どうしようもないね、どうしようもない人間。さらに片付けなきゃいけないか、それ片付けなきゃいけない範囲を先に増やさなきゃいけなくなっちゃってですね。はい、いやマジでバカなんだよな、本当に。バカ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 暴言、私に対する暴言。いやまあ2リットルだけではないな、さすがに。ごめん、持ったわ。でもほぼ半分は2リットルですね。もうちょっと多いかな、半分以上2リットルっすね。ちょっとコーヒーガブ飲みしたからカフェインが詰まるな。個数は数えないでください、悲しくなるので。水飲みます。よし、なんかさこうファンのみんなも巻き込んで私の部屋綺麗企画持ち上げない？なんかさ、配信のためにさペットボトル片付ける時間を作るとかさ、なんかもうそこまでしないとさ私治らないかもしれない、このズボラは。ズボラというか、ズボラっていうと可愛くないな。うん、非人間性は、もっと可愛くないな。じゃあ水はさっき買ってきたのコーヒーと一緒に。時間的には先に洋服片した方がいいな。洗濯物は回すという洗濯をするというのも洗濯ではあるよ。
どうしようかな。ゴミ袋置いておく。まあそれはね、そうだね、そうあるべき。じゃあ燃えるゴミは捨ててますよ。いやなんかさ、洋服はね、その物が多くて、それが丸いな。オッケー、じゃあちょっとここまで片付けて洗濯機を回すわ。こいつらを出したら洗濯物回すターンに行こうかな。洗濯物回すのは私本当に声届かない。ペットボトルの回収頻度低いんか。いや私の怠惰ねこれ。私の怠惰のせいだからこれは。新潟市さんは何も悪くないですね。週1かなんかではありますよ。どこもどこの部どこの地区も。いや週1じゃないか。2週に1回わかんない。考えない方がいいよこういうのは。私がバカなだけなの。分かってんな。何度繰り返すの同じことを。私あまり活動で失敗することないじゃないですかね。5時とかも少ないじゃない、比較的ね。比較的少ないじゃん。なんかその失敗って私はそんなないタイプだと思うんですけど、実は綱渡り系ではあると思うんですけど、でもそうじゃないのよ。活動はそうなんだけど、人間生活はできてないのよね。洗濯物回します。声届かないだろうな。ちょっとやってみるね。注射選択ではあるな。選択だけに。どうしようかな。お、聞こえてる。そりゃよかった。コメント見てますからね。いいよ別に。全然私と関係ない話してもいいよ今回ばかりは。今回ばかりはね。いつもだったらダメって言うんだけど。今回ばかりはいいよ。なんとか届いてる、うん、基本ほらインターネット的にはハト行為と呼ばれる
信者と全く関係ないことをあのコメントで書くと大抵嫌がられるんですけど、今回ばかりは私の画面がこんなもんだからさ。戻ってきてるよ近いよ私今。まあでも洗濯物はねペットボトルほど悲惨ではないんだ。実はねその大事なものはなんかレッスン着とかさ頻繁に使うものはちゃんとねつどつど回しててですね偉いんだ。そう偉いのよ、偉くはあるんだ。まあそう実際ハト行為っていうのは別の配信で、だから例えばだけどうちで言ったらその他の NJT メンバーの配信内で何かの話題が出た時に誰々ちゃんがこう言ってたよっていうのを言うことをハト行為って言うんだけど、簡単に言うとね、まあ、それってまあうちは同じグループだからいいんだけど、結構昔からニコニコ動画の配信生配信の時からその時代からね良くないとされてきた。何か言ってるぐらいでしか聞き取れなくなりました。私イヤホンする、私イヤホンした方が届くか。なるほど、勉強してくれてる。あのす。よいしょ。いやまあでもここでさ、ここで大量に洗濯機回したとてなんだよな。干すという行為がめんどくさい。握手会と一緒ですね。干したくないんですよ。なるべく。私の良くないところはビエ持ちっていう、結構良くない。
ットボトルブルー通しは完了。まさか、まさか。違うよ、洗濯機回したら30分ぐらいゴーって言わなきゃいけないからさ、そのゴーの時間を作ってるだけよ。タイムリミットは1時半って言ったでしょ、うん、だから時間をね賢く使ってるんだ、まあ、こんだけペットボトル潰した私が、潰したっていうか食べた私が、そんなそんな言葉はないんだけどさ、効率的な行動のための30分の使い方。てて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 あーちょっと鼻炎出てきたな。もう何もできない、早い、諦めんな、頑張れ。小さなお友達も大きなお友達も頑張れって言ってあげましょう。せーの、頑張れ、もっともっと頑張れ、まだまだ頑張れ、ありがとう。さあ、あ、途中で飽きちゃった。町のみんなの平和を守るためにかん、ちょっと60点ぐらいの声真似、ね、60点もいってないかもしれない、50点ぐらい、まあ、50点はさすがに低いか、うん、ちょっともうね、こんなもんでいいかな。ちょっと、ちょっとマジで、マジでもう疲れた、もう聞かれたよ、おや、お宅が部屋の掃除できるってこと自体がすごいことだと思います。頑張れ、それは偏見だね、それは私以外のお宅を敵に回しているよ。チャンモン突破、スイッチを入れる。こんにちは、三浦ひなです。洗濯物の、洗濯機ですね、洗濯機を、スイッチを入れるという関門を突破いたしました。速報をお伝えします。あのうるさくなるので、静かにしますね。よいしょ。ちょっと鼻炎、鼻炎よくないわ。よいしょ。ちょっとミュートにするわ。
ピ。待って。ちょっと。ああ。どんどんじゃらどんじゃら。よいしょ。もう鼻が終わってるよ。なんでね、まあ、だからといってどうってことはないんですけども、鼻炎がハウスダストですね。私の場合はハウスダスト鼻炎持ちなので、はい、よいしょ、ただいま。見えてますか？見えてるか、まあ、見えてるというか聞こえてるというか、なんと言いますか。欲しいね、正直。加湿器はあるんだ。もらえるもんはもらっときたいよ、空気清浄機ぐらい。2倍速野菜シスターズ歌う？野菜ウォーウォーウォーシスターズイエイエイ、トマトキャベツネギカマ赤ピーマンとでウソンまず2個ポートマリスリプチペドゥナメトペインツツブルナウェータオズマ今日も一日一日一日合せて頑張ると野菜ウォーウォーシスターズみんな、ウォーウォーウォーシュウォー、ヘイヤエイ。まだ今、クリスマスレタス。飽きた。うん、どうしよっかな。いや、私最近飽きたってよく言いますけど、最近というか、今日か。別に飽きてないですからね。別に飽きたわけじゃないんだけど、マジ過去の自分恨むわ、本当に意味わかんないもん。未来の自分のためにもうちょっと頑張ってほしいんだよな、過去の自分。初見さんもどうも、びっくりしないでね。いや、まあ、びっくりするとは思うんだけど、うん、びっくりした、びっくりして面白いなぐらいまでの感想は持ってね、びっくりだけじゃなくてね、びっくりだ、おもろいなぐらいの感想は持ってほしいかな、うん、
昨日歌唱力のドキュメンタリー見てたら嫁さんが女王蜂難しいのすごいねって言ってた。ありがとう。でも私も女王蜂はね、女王蜂さん の, あの楽曲はね、そのあのメフィストぐらいしか歌えないよそうメフィストいっぱい練習したから歌えるようになっただけで、それ以外の曲はね歌として成り立ってない私の声じゃ。なんかやっぱ低いし高いし、私は意外と声はあの細いですからね、こう見えて。そうなんか迫力がある歌声かと思いきや実はね声はね浅めの細い声なんですよ。リリカとかと比べると分かると思うんだけど。よいしょ。目力ね、あのさメフィスト歌い終わった後の私の顔やばかったよね。あれやばかったよな。あれ私なんだって感じあれ私なんだっていう。でもそんぐらいちょっとなんか三村ひのという概念を取っ払わないと歌えなかった、あの曲はみんなの前で、うん、今まででやったことない歌い方しちゃった。こういうことやるからさ、こういうことやるから優勝できないんですけど、でも私の良さはそういうとこだよ。ギャンブルギャンブル。でもすごいっすよね、なんかさ5年連続ファイナリストではあるのよ一応。まあユニット戦はまあちょっとさ違うけどさ、ただまあなんかあんだけ普通だったらファイナリストいけないところで、ファイナリストライブ出れないところでちゃんと優勝してファイナリストライブ出るっていうのはもう執念だよね。執念というか、そのなんだろう、今回とかはさレイちゃんとかななみはさ、まあ数々の常連をこう何超えてファイナリストになってるわけじゃん。で私がさここまでの成果が得られるとは思ってなかったって言ったのはその通りでさ、やっぱなんかその壁越えって難しいのよね、経験値もあるし、やっぱこう大会見てきてる人たちだから戦い方も分かってるし、
だからなんかほんと想像以上の成果だったんだけど、3人もファイナリストに行けるっていうのは。うん、でもなんか旗からすればさ、一応私がそういう存在なわけじゃない、超えなきゃいけない壁をやらせてもらってるっていう事実がさあって、それ気づいた時にちょっとなんかハッとしますね。そう、いや私がなっていう、私がそれなんだよっていう、うん、だからさ、なんか例えばその私からしたらさ、その歌唱力常連の方と同じチームになったらさ、うわー一緒やどうしようってなるんだけどさ、あの他の子からしたらさ、新人ちゃんとかからしたら、あのね、その私があーってなってるうちにさ、あーがかける2あるわけよね。ワミブラさんもおるやんっていう、かわいそう、なんかごめんと思って。そう、しかもしかも私予選低いからさ、順位だからさ、あの番狂わせにも程があるのよね。なんかあるのよ、一応低い組と高い組で AB ブロック分かれててみたいな。だからちょうど予選順位うまい具合に分かれるようになってるんだけど、まあでも今回C の組が生まれたようにさ、こう後半組に常連が集まることもあるわけ、予選順位順でね。ってなるとああいう組ができちゃうから、ベースと歌い合った人に2組1になれたかなと思った。いやいや全然別に何もそんなことは思ってなかったね。歌い終わった時はね、好評もらってからはちょっと勇気出てきたかな。その後は2曲目の練習してましたね、うん、そうだからさ、舞台裏でさ、リリカとで、ナナミはさ、舞台裏歌い終わった時、1曲目歌い終わった時にさ、私袖にいたんだけど、れちゃんの時は次の曲の練習してて、4組目の時だからさ、でその後すぐに順位発表してすぐに1番とか弾いちゃうともうすぐに歌わなきゃいけないから、そうだから4組目の時は自分で練習してたんだよね。そう、気づいたら見たかったんだけど、だから後半しか見れてなくて、よかった。頑張れって言って頑張れって言って、ありがとう。
がとう。優しいね。私怒りの矛先が私、過去の私。スター前に歌おうかな。なんか私喉壊した時絶対にがなりできないんだけどさ、なんなん姉ちゃんおもろいわ。直火やばかったな、あの映像。なんかおもろいな、バズってくんねえかな。マジでそのために生きてる。私もファイナリストライブの今のところの候補曲は決めてるんですけど、皆さんのひろちゃんに歌ってほしい曲は何ですか？これは参考じゃなくて予想として聞きます。皆さん意見を取り入れるってなるとちょっとね、あのいろいった待っていろいろとちょっと支障が出てしまうので、みんなでニコ生やりたい。4人でさ、いやこれマジでちょっと、あなんかさ4人でなんかやりたいって話はずっとしてるんですけど、劇場が無理だったらニコ生さんでさ4人でカラオケをひたすらやる配信とかできねえかな。これは私の願望のだけ。ショールームさんもカラオケ現地でできるからさ。
で歌った曲っていうよりかは新規。あのみんなで少女 A を歌うっていう。やりたいですね。ニコ生さん復活したしさ、ニコ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 動画。じれたい。1時過ぎたわ。まだショールームさんもあれですよ、あのスタジオで公式のあの許可さえ取れば、あのゲーム部みたいに別に好きな曲歌えたりはしますよ。うん、超時報になった。嘘、ちょうど一時時報になった。ニコニコ動画今の私のニコニコ動画おもろ。全然あのそういうつもりで言ったわけでは、作者そこまで考えてないと思うよだったんだけど。え、みんなもう仕事ですか。みんなもう仕事置いてかないで私のこと。まだ日野はねペットボトルにうずくまってるんだ。うずくまってるというか漏れてるんだ。ペットボトルとともにこの世の深淵に、あ、引きずり込まれていく。仕事終わりです。早いな。もう、世界はどこまでたまにやるボケね、これ。スイスイとか笑ってくれるよね、こういうのあのね、スイスイね、私のなんかちょっとくだらないというか、なんかちょっとした私の発言にね爆笑してくれるんだよな。一人でキラ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 クスクスクスって笑ってるの可愛いよね。うん、超可愛い。よいしょ。私がさ面白くないのがデフォみたいな言い方、違うよ。私の発言に面白いから笑ってくれてるんだから、それはもうだって面白いから笑ってくれてるって言うんでしょ。違う違う違う、情けで笑ってるとかそういうわけじゃないから、彼女はね。そこんとこよろしく頼むよなんか惨めだな大変惨めに感じますけれども、私が。よいしょ。まあでもでも、まあ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 、まあ、すごいたくさんの方来てくれたんだけどさ、女の子多かったんだよね。当社費、当社費で女の子多くて嬉しかった。うん、いやまあ男性諸君がね、嫌というわけではないのよ。これはあくまでね、言っとくけど、言っとくけどね、別に
の男性諸君が嫌というわけではなくてですね。なんか振りになっちゃうな。いやマジで別にあのそういうわけじゃなくて、まあ、 あの職的に職業的にどうしても男性比の方が多いので、うん、で特になんか私女の子に受けるようなスタイルでやってないので、みゆみゆとかみたいなサーヤみたいなスタンスでやってないので、うん、あれだったんですよ。嬉しかったな。なんか普段こう劇場とかでもあんまり見かけない女の子もいて、うん、そうやな。こう私がもうちょっとねこうアングラーインターネットアングラ的な立場だったら、ね、こうおしゃべり会でね、女の子来てくれてありがとう、そう男性諸君は好きな寿司のネタでも書いておけってあの言えたらね面白いんですけど、一応立場上やめてますねそういうことは。立場上ね、一応ねそこのわきまえはしてるので、インターネットアングラー、もうちょいアングラ寄りだったらねそれはね許される立場なんですけど、ちょっとまあもうまあ一応ねメジャーのアイドルとして最低限の立場としてちょっと冗談が通じない場合あるので、はい、まあ、っていうネタがあるんですよ。知ってますか皆さん、あのほらクリスマス皆さんの予定はってない人は寿司のネタでも書いておけっていう、まあまあ、どこが出身かって言われたら分かんないけど、まあ、2ちゃんですかね、スレですね。でみんなあの寿司のネタを書くっていう。まあそういうようなインターネットスラングといいますかあるんですけど、そうそのねパロディーとは言いませんが、洗濯物終わったか。あ、まだだ。少女 A が頭の中ずっと流れてる。特別じゃない、うわサブリミナル少女 A、 少女サブリミナル少女 A 起きちゃう。あ、落とした。
どうしようかな。水道前作業に移ろうかな。よいしょ。生活音 ASMR です、こちら生活音 ASMR みたいなものです。違うけど、決して違うけど、考えたってわからないし、切実な考えたってわからないし、何がいい？あ、なんかそういえばさ、そのファイナリストライブで、あの今回秋吉さんがねいないから、その始まりの歌の、ちょっと待って、これ聞こえる？この声聞こえるかな？イエーイをさ、イエーイをひのちゃんに歌ってほしいって言われたんだけど、私ギャンブルなんだよな、あのあそこの音。
省略ギャンブラーだった。メフィスとあまりにもギャンブル。こんなもんですけど、私の家は、私の家こんなもんだけど大丈夫そう。まあ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 ってぐらいの部屋の片付け度ではある。何もしないよりはマシ。仕事がなければね、一日中部屋片付けてたんだけど、仕事があるので行かなくちゃいけない。私はいやまあね、1時間片付けしてるという事実は偉いんだけどさ、違うのよね、私基本的に始めるまでが遅くて、別に始めたらね余裕なんすよ、こんな感じで。あ、まあ私途中であれなんかベラベラ言ってます。終わった。
切れちゃうわ。ね、じゃあね、部屋をというか洗濯物を持ってきましょうか。テンションだだ下がり、テンションだだ下がってるけどよ、だだ下がってるけどよ、洗濯機発声練習やだないやじゃよ、もうなんで配信上で洗濯物をさ干さなきゃならんの、まあ、私のせいなんだけど、バカバカしいぜ過去の私。三村ひのは三村ひののことが嫌いである。ちょっと待って、そもそもの話すると、洗濯物を干す場所がないかもしれない。やばい、片すってか冬服しか、冬服がさ干してあんだよ。これなんでかって、あの夏服はもう今着てるからね、干してそのままね洗濯物から取るんだけど、あーやだやだやだ、もう何もしたくない、もう何もしたくない、あーくそー、どうするってどうすりゃ言えてんだよ。片すか、畳んであげようね。一人ミュージカル一人ミュージカルね、もうダメみたいだ。マジでやだ、ほんまにやだ。あまあ、とりあえず今回収してます、冬服を。あ、まあ別に全くもって場所がないわけじゃないですけど、ちょっと T シャツ干す場所がなくて回収してます。え、マジで嫌かも、もうなんかさ本当に嫌かもしれない。頑張ってほしい、過去の私には。てかこれからの私も頑張ってほしい。なんか負けないで、負けないで、マジで負けないでほしい。後輩を呼んで手伝ってもらったこの部屋で、日野さん、日野さんって言われるだけだよ多分。こんな部屋に後輩を呼べないよ、てか同期も呼べない、先輩は何も呼べない。私はプライドが高いんだ、こう見えて。最低限良い先輩であろうとしている私の努力を無駄にしないでくれ、うん、いや今干してんだよ服。カエリちゃんを呼べる、うーん、なんかカエリなバカにされそうなんだよな。いや、あの子は別にバカにしてることではないのよ、全くもって、全くもってバカにはしてないんだけど、全くもってバカにしてないんだけど、バカにしてんだよね。そう、
本人悪意はないんだけどバカにしてんのよね。だから良くないだから良くない。そうそうそう、みゆみゆ、みゆみゆは、みゆみゆは家モデルハウスだから倒れちゃうよ私の家来たら。いや、まあ、来たことあるんだけど、それは私が頑張って綺麗にした部屋であって、三村ひののあの最低な部屋は来たことない、誰も。生まれ変わってほしい、綺麗な私に、綺麗なジャイアンならぬ綺麗な私に生まれ変わってほしい。いいじゃん誕生日一緒だからさ、誕生日一緒だからさ、別に綺麗なジャイアンごとく綺麗なひのちゃんいけないかな。綺麗なひのちゃんってのは見た目とかじゃなくてさ、そのなんか そのなんていうの、それよ、概念としてよ、概念として。あ、1時半のアラーム私がどうしても起きれなかった時用の1時半のアラームが鳴りましたね。うん、まあよかった、そのアラームを使う日が来なくて、使う日というか使う今日は使わなく使わずに済んでよかったけど。ねえ、お時間なんだけどさ、今ここで配信やめたとしてもさ変わらないのよね。ちょっと この子たちを干すまでは配信やめられない、やめられない。もうエンタメとして見て私の片付け配信は。いや見れないと思うけど、うん、エンタメにはちょっと遠く及ばないかもしれないけど、エンタメとして見てほしいな。うん、そのさ、あの人ごとで見てほしいそう、あの保護者目線とかで見ないで、もう人ごとでいい。うん、あの死ぬほど笑い飛ばしてほしいんだ。いや、まあ洗濯回しただけ偉いっていう結論には至るかな洗濯物回してる時点で偉い、それはそう。毎日生きてるだけで偉いっていろんな人が言ってる、私もそう思う。なんか言った、はい返事しました、パキって言いましたよね。ペットボトルですか、潰された恨みですか、過去の私に怒ってください過去の私に怒ってください。僕はもしかしたら新幹線のホームのところに捨てられていたかもしれないのに潰されずにって思ってるんだとしたら、過去の私を恨んでください。残念だった。
まあでもまあ洗濯物はもう干し終わりますね。そろそろ。ペットボトルはまあ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 ってぐらいの干し方ではある。頑張ったよ。頑張ったと思う。まあリハもあるからさ、今ちょっとさ、あの夏公演のね。だし調子も良くない。なんかさ言うじゃないですか。何でしたっけ、部屋の乱れは心の乱れみたいな。私はね一人暮らし始めてから一生部屋が汚いの。一生、でも基本的にあの外の楽屋とかもさ別に最後まで綺麗にするタイプなんですよね。ってことはさ、心の乱れってことよ。かわいそうに人事ですけど、何か人事でいいじゃないの。歌唱力ナンバーワンの裏舞台の裏舞台ドキュメンタリーやばい舞台裏、うん、歌唱力とは一切関係ありませんが、どうしろってんだい、私にこれ以上部屋を片付けろって言うんだい。まあ部屋が片付いたらちょっと前向きにはなる、気持ち的に。まあそうだよ、私選抜落ちたからさ部屋も汚くなるよ私選抜落ちてさ、もう暇だからこそこんなんなるよ。自暴自棄とは言わないけど、うん、許せや、そんぐらいの差があるんじゃいボケ棒読みにも程があるボケだったな、うん、あれあれです、はあ、まあ洗濯物落ちただけはマジで偉いなっていう気持ちでいるしかない。それはマジでそう、諦めて、この時間まで寝る可能性もあったんだよ。でも頑張って起きた、頑張って起きてペットボトルをまあ潰した。で洗濯物も、まあ最低限の分は回しまして干してます。でももう干し終わります。許してください、頑張ったと言ってください。私はまた一歩を踏み出しています。この一歩大切な一歩にして明日も生きていきます。なんか旅立ちの日に流れそう。ちゃんちゃんちゃらんちゃんちゃんちゃ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 んちゃちゃん。はい、洗濯物の干し終わった、干し終わりはした、えらいね。うん、どうしよっかな終わるか、配信ちょっと配信は終わるわ。久しぶりの、私です。よいしょ、あこれカピバラ。はい、ということで、ありがとうございました。私の、片付け人生は始まったばかりだ。ありがとうございました。壇上読みます。仕事行ってきます。
13位 X 山さん、12位源五郎さん、11位ベロさん、10位むっちゃんさん、9位ヨタさん、8位太郎さん、7位シンチェロスさん、6位タムヒロさん、5位陽一くんさん、4位むつきさん、3位東吾さん、2位埼玉高校屋さん、1位一田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、また今度バイバーイ、頑張ってね、お仕事。